さて、続いてはゲストコーナー前編です。はい。ゲストはですね、この CD に収録されております。ボーカル曲、年越し電話の作編曲を担当されてます、ペ様です。こんばんは。ブラーリ。市川海老蔵です。違うの出てきちゃった。最近改名したんですよ。そう。市川海老蔵にそう。ペイジュン、ペ様、市川海老蔵。犯罪に巻き込まれるっていう占いをされてね、その、ガチ占い師に、いい名前、何か代わりになる名前はありますか、ただ、ひらがなのペという文字だけは変えずに、何かいい名前はありますかっていうふうに聞いて、ペ様っていうのを、新しい名前をいただいてですね、改名したんですよ。改名したんですよ、皆さん。改名おめでとうございます。そうです。だから、ペイジュンっていう名前は、犯罪を呼び込む名前らしいので、今後皆さん言わないようにお願いしますね。すっごい不吉なんだ。はい。今言ったやつも多分ね、これ編集してくれてる方が P を入れてくれてると思うんです。ペピーみたいな。そうそうそう。え、ドキュンってやってくれてると思うんで大丈夫なんですけど。なるほど。でも、ペにはこだわりがあった。そう。そうなんですよ。そこだけは譲れないと。丸のあたりですかやっぱり。いや、そういう書体の部分のフォルムの部分で。あ、違う。響きなの。やっぱ響きですね。はい。なるほど。いや、そうなんですよ。実はですね、まあ、今年1年も、チャダさんといろいろお仕事をさせていただいたじゃないですか。はい。桜ビットマップというゲームで、はい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 、恋をしようよという、出ました。ね、もう明るい、もう悩みありませんっていう楽曲がありましたよね。ありました。明るい曲。あれを撮った数十時間後に僕、眼告知をされてるんですよ。眼告知？はい。そう。で、その病院で入院しながら思ったことが、僕の遺作、あの曲か。よりによってもう悩みも何もないような、もうちょっとシリアスな曲やりたかったらみたいな。ハッピーキラキラみたいな。そう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 。なの。だからで、まあ、それで無事、まあ、なんとか助かってですね、はい、で一応占いでこう聞いたら、あなた最近大きな病気をしましたねなってこうバッチリ言い当てられて、怖いで、まあ、それはあなたの その名前のせいですと、うん、名前を今すぐ変えなさい、うん、でペという文字だけは残したい、何がいいかなっつって、ペルソナ、いやペドフィリア、 何がいいかなみたいな。そうで、最初ペドフィリアだとお世話になっております、ペドフィリアです。もう最悪じゃん。もう名刺も渡せないよね。そう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 、あのなんとか条例に引っかかりそうだよね。そう、まず、まあ、人の名前と思われないだろうで、それでまあペ様っていう名前にしたんですよ。なるほど。あの後ですよね、その桜ビットマップの収録のあの後に眼告知、あの直後にですよ。でしかもあの時期チャダさんと他にもなんか曲やってて、パノラマノート、パノラマノート、そう、はい、パノラマノートを収録した後、そのデータを、まあ、そうですよね、その時点まですごい元気だったもんね。そう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 、もう風前の灯火だったあの時。そう、あの時点でもう、そうで、あの後こう、うん、まあ、入院しましたと、うん、でデータがちょっと出すの遅れちゃいます、うん、まあ、っていうかもしかしたら助かんないかもしれないんですけどっていう電話を僕は工藤さんに、はい、で、ピクセルビーの工藤さんにこう電話をしてですね、何があったんですかってすごい慌ってたんで、ここはなんかジョークを言って和ませなきゃいけないと思って、実はチャダさんに腹パンチされてるっていうふうに言ったら、あの普段寡黙な工藤さんが、 あんな小柄な体でどこまで信じてるのか、冗談なのか、判断ついてるのかなみたいな。今ポロッと冤罪発言出ましたよ。そう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 、腹パンチ。そう、そんなねやり取りが実はあったんですよ、チャダさんの知らないところで。じゃあ知らないところで私、はい、あれですね、水落ちにパンチする人っていう。そう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 、ね、しかも殴った相手をガンに陥れるってね。どんだけすごいパンチですよね。3年殺しみたいな。シャレにならない。そう、食らった後なんともないぞ、うわっみたいな。実は内部にみたいな。そう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 、そうなんですよ。だからまあほら、ね、今回のこの CD でも、うん、オープニングでちょろっと流れたのかな、年越し電話という楽曲をね、はい、歌っていただいて、本当にいつもいつもね、ありがとうございます。今回ほら一応年越しというテーマがあったので、うん、年末だったり年越しだったりで、うん、もう自分の中で思い浮かぶ楽曲っていうのがあんまなくてですね。ね、そのほら年末って言ったらやっぱり歌だったり音楽ってほら紅白、はい、がまあ一応ね、みんな共通認識だったりするわけじゃない、うん、でもその紅白で結局毎回毎回同じ一曲をね、うんうん、こうやってるわけじゃなくて、その年にそれぞれアーティストが行ってね、うん、こう歌ってるわけだから、まあみんな思い浮かぶイメージっていうのはバラバラだよね。そうね、うん、毎回毎回ね、こう TOKIO が大好きな人はね、 ね、年末の紅白って言ったら TOKIO っていうね、ああいう明るいイメージだし、うん、そうだからいろいろこう調べていった結果、まあ自分の中でやっぱ歌謡曲ってうん、っていうテーマが、こう自分の中で年末っていうのは一番しっくりくるなと思って。なるほど。そう。なので、あれなんですよ。こう、
まあ、ちょっと長めの感想とかが曲の中にあるんですけど、うん、もうそことかミラーボール回ってる感じでね、うん、で紙吹雪が舞ってそう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 、そういうイメージ、ね、ご覧ください、あのチャダさんの衣装そうね、打倒小林幸子っていう、ね、そんなすごいの来ちゃうんだそう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 、もうメカなんだそうそうそう、ウサギキノコの口から顔が出てるみたいなすごいね、それテレビで流していいのみたいな食べられてる的な感じになっちゃう、絵面的に美しくない、いやそう、今年一番何が印象に残りましたか、これなんか手元の台本に書いてある、はいね、クエスチョンなんですけど、カンペ丸出しですいません、はい、そう今年、何が一番印象に残ったか、どんなことが印象に残りました、うん、お互いに、そうだな、音楽的なこと以外だと、うん、そうだね、僕の弟がですね、こう自衛隊にこう勤め始めてですね、ムキムキだね、そうで、この間久々に会ったんですよ、はい、でそうしたらですね、こう弟の肉体が有白書のトグロみたいになっていて盛り上がってる、そうもう僕肩乗りましたからね、お、マジですか兄ちゃんっつって、あの本当にトグロ兄だ、そうそうそう、本当にムキムキな感じになっていて、で、その自衛隊の中で、うん、まあオタクはすごく多いんですよ、同時音楽を聴いてる人もいると。そうなんだ。で、意外とカッチリしてそうなのに。いや、まあ、それは、その、まあ、任務の時はね。あ、そうね。そんな、そりゃそうですね。プライベートの時に、こう、うん、ね、普段どういうの聴くのみたいな。うん。人で、なんと驚いたことに、ああ、僕、片桐烈火さんとチャタさん大好きです。いう人がいて、で、チャタさんのリンゴさんとか、うん、烈火さんのニャンコカワリアライズだったり、みたいな。これ、うん、その時に、ああ、あれ曲作ってんの兄です。そう。それは、あれだね。びっくりされるよね。そう。そう。まあ、世間狭いなと。ペ様の弟みたいな。そう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 。ねえ。いや、だから、なんかね、いろんなところでチャダさんの歌声は聞かれてるんだろうなって。うん、そう考えると、胃が痛いですね。感慨深いなと。キリッみたいな。そう。だって、その自衛隊の方、団子隊家族聞いて泣いたっ て言ってて。でも、あの歌は確かにね、こう、なんだ。うん、ちょっとね、心が折れそうな時は、はい、うってきそうですよね、うん、逆にだからそういう戦場をね、ほら今も物騒な世の中じゃないですか、そうです ね、そうか、そういうね、こうソルジャーたちの心に染みる曲をちょっと作ってみたいなと、ああソルジャーを泣かせる CD、 泣かせるこう CD、 泣かせるまた楽曲、うん、もうなんかねちょっと作ってみたいなっていうふうに、なんかいいですね、それ来年の、来年の抱負で、抱負、目標的な目標そうですね、で逆にね、チャタさんほらもう今年もすごいいっぱいたくさん歌ってたわけじゃないですか、はい、ね、来年の予定はどんなことを考えてるの、来年は、うん、だらだら生きるいやそのだらだら生きるの失敗したじゃん、今回ついつい働いてしまったぜみたいな、あのね、そう、来年自分大殺会かなんか分かんないけど、大殺会なの、あら、らしいの、あらね、ま、厄、うん、年だったかそんな感じで低迷するらしいって聞いて、はい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 、ああじゃあもうね、解明まではいかなくても、うん、がんにならないためにダラダラ生きようかなみたいないやマジでそういう占いはちょっと怖いな、自分も ね、言われて名前変えたぐらいだからね、気になってきちゃいますよね、はい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 、なんでそうね、来年は、ちょっと今年ほど、はっちゃけた、ペースのものづくりはしないかなって、はい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 。思ってはいますね。はい。でも、じっくり、まあ、作品を作るっていう感じ？そうですね。できれば、もう、一年で一枚、ちょっとじっくり作ってみたいかなっていう、気持ちはあって、まあ、ちょっと構想もねってあるんですけど、はい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 。いや、それどう進むかなっていう。はい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 。CD のタイトルは、大作会ですね。ちょっと。それ、細ピー先生とかさ言われるね怒られちゃわないかしら ねすごいね、同人で多分今までないと思うよ、うん、ねえ、っていうか大殺会とかは、ね、暗い運命を吹き飛ばせ大殺会うさぎひのこうぱーみたいなそうそうそういやー、そういう明るいね CD とかもいいけど、来年はちょっとまた暗いの行ってみちゃおっかなみたいな、大殺会なのに、大作家なのに、まあ、だからこそ、うん、そう、まあ思ってたりするけど、まあ、はいはいはい、来年の話をすると鬼が泣くんでしたっけ、あれ笑うんでしたっけそうそう、まあ両方ですよ、泣き笑いですよ、ね、そんな感じなんで、まだ見て、予定は見て、ああ、そうなんですか、ペジさんはどうですか、僕は、違う、んペ様だ、あすいません、ガンが大きくなっちゃう、ガン細胞がペ様だよ、あ、よかった、はい、ちょっと落ち着いた？そう。もう周りにもね、いっぱいいられるんでね。うん、そう、レコーディングとかでも、うん、やっぱりずっと、こう、
あの名前で、あの名前で呼ばれてた時だと、その集まりの中で、じゃあ今日のタブーはあの言葉だみたいな。3回言った人はペナルティーだみたいな。ペナルティー何するの？そんなゲームがね、最近あったりしますね。いやもうね、油断すると出ますね、これ。ああ。慣れちゃってるから。そう。なんかね、外部のレコード会社の方とやり取りする時も、うん、お世話になっております、ペ様様。様2回ついてるんですけど。私そう、最初にあの、解明しましたを見て、うん、ペ様っていう字面を見たときに、うん、ペ様なのか、ペ様なのか、って悩んで、そう、ペ様は、うん、貴様みたいな、ペジュンさんだったらそういうニュアンスでつけるのかな、とか思って、ペ様になったのか。ペ様そう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 。いや、ないから。そんなんじゃないから。そう、まあ。そう、レッカさんともこうやって、ね、うん、ラジオとかを、やっていてですね、うん、そこであだ名で、ペザマンペザマって呼ばれてるから、うん、あ、そのままの名前でいいやっていう。読みやすい方がね、認識がね、ね、されやすい方がいい。そう、ペドフィリアよりはいいかと思って。ペドから離れようよ。そうそうそう。ね、このペド野郎、有明から出ていけっつって。ね、ついさっきまで皆さん、ね、コミックマーケットね、ね、はい、大変だったでしょうし、ほら、終わった後みんな、うん、まあ、帰省ラッシュというかね、うん、こう、帰っていくわけじゃない、実家とかに、うん。でも、もう自分とかは、絶対もう、戻れないなって、ね、このコミッケの打ち上げだったり、ね、撤収作業だったりあるし、うん、ね、ラッシュにもみくちゃになるから、もう多分その日のうちには帰れないだろうと。そうですよね。毎年、チャダさんはどうしてんの？ちゃんと実家の方に、うん、お正月だったり、うん、年末年始は顔出してたりするの？年始は顔出すけど、年末はやっぱり家帰りますね。ああ。やっぱり、終わったで打ち上げで、うん、重たいカートを引いて、うん、実家までは行けない。そうなんだ。遠い。ああ、でも一応お正月は、こう、顔見せてるんだ。そうですね。あと、まあ、犬の顔も見ておきたいみたいな。ああ、そっかそっか、うん。ちょっとうちのワンワンもね、うん、そろそろやばいかな、ぐらいに入っちゃったんで。その年なんだ。そうなんですよ。今ね、16歳かな、もう。ああ、そうなんだ。それ、なんだろう。うん。チャタさんが帰って、うん、その犬の名前は何て言うの？センタロウさん。センタロウさん。センタロウさん、ただいま、チャタだよって言って、うん、こう、犬の方は分かるの？覚えてるの？覚えてますね、結構。うん、ただ、もう目もあんまり見えなくて、耳もちょっと聞こえないんで、はいはいはい、近づいて、やつが先に気がつくと、ビクッとしてすぐ立ち上がる。おー。そう。なんだなんだ？そうそう。なんみたいな感じで、はいはいはい、私に気がつくと、おー、おかえりおかえり、おかえり、おーみたいな。そうなんだ。ちょっといいテンションになる。あー。いや、ちゃんと、まあ、チャダさんの声ほらすごい特徴的だから、いでもまあ、覚えてるだろうね。いやー、どうでしょう。うち母と声そっくりらしいんで。あ、そうなんだ。昔電話でどっちかわかんないとかよく言われてたんで。あ、本当に？そう。へえ。今はどうなのか分かんないけど、犬もだからあんまり区別つかないんじゃないかな。そうか。いやね、僕、チャタさんのお母さんはね、なんか電話しながらトンカツをあげてるってイメージしかないんで。ちょっと時間です。あ、はい、すいません。あ、今、天の声が。はい。はい。うん、そんなわけで、おっと、時間みたいです。時間ですか？うわ、はい、急に癌細胞が、僕の命がここです。あとはチャタさんよろしくお願いします。うぇー。そう、慌ただしく。ペッチさんが今、担架で運ばれていきました。そんなわけで、ね、いろいろいいお話を、いいのかわからんけど、ね、たくさん聞けてよかったですね。久しぶりにペ様に会ったんですけど、顔色戻っててよかったです。はい。ではでは、ゲストコーナーはこれにて終了であります。続きまして、朗読劇、こたつ猫の見る夢です。ゆっくりまったりとお聞きください。